株式会社科学研究所の氏名、西名義雄財団法人理科学研究所は、大正6年設立せられ、基礎科学の研究とその成果の応用とに尽くしてきたのであるが、近年の経営方針として、その研究によって得られた発明特許を実施する多くの会社を設立し、これにより、 研究所の財政を維持しようと気としたのである。これは持ち株会社の性格を持つものであったから、連合軍総司令部の方針に従い、解体せられて、ここに三31年の歴史を閉じることになった。しかし、研究所起用の業績は、内外の等しく認めるところであり、司令部においても、日本の産業復興のため、この研究活動は、 一日も停止すべからざるものとし、かかる場合に産業界において取られると同じ方法により、これを第二会社として存続せしめることに多大の指導と援助とが与えられてきた。しかるに財団法人を株式会社に変形するについては、特別の法律を必要とするので、特に単独法として国会を通過した。 財団法人理科学研究所に関する措置に関する法律が昨年11月17日に交付せられ、これに従って理科学研究所が発起人となり、研究に必要な土地、建物、設備などを現物出資して株式会社科学研究所を設立し、会社は旧理研の研究陣容を受け継いで去る3月1日をもって発足したのである。 しからば科学研究所の使命である産業復興に対する方策はどうであろうか。それは一言にして尽くせば、基礎科学の研究とその成果の産業に対する応用である。これは従来も理科学研究所が行ってきたことであって、純粋の学理の研究をはじめとし、これが応用研究、さらに進んではその産業化研究を行い、また場合によっては、 その成果を実施してある程度の生産をも営むという極めて広範な活動を基とするものである。元来産業の基礎をなす純学術の研究が深くかつ広いほどこの上に築かれる応用効果の大きいことは周知の事実であって今日の産業技術を開拓する新生面が常に純科学にその源泉を発しておることは 例えば、原子力の問題を見ても明らかである。従来の利権は、とかく孤立した研究所制度の兵に陥りやすかったのであるが、上述の使命を果たすにあたっては、各研究室は有機的に連携を保ち、一大総合研究所の実を上げることに努力しつつある。今日の資源の貧困は、産業に多くの愛路を提供しているが、その技術上の難問打開にあたっては、 研究所の準学理研究者も応用研究者も一体となり、各々その専門的見地から全力を挙げて根本解決を図る方針であって、この点は単なる対症療法にとどまるものであってはならぬ。そして従前よりも一層公共的性格を持って産業界一般の相談に預かることによって、 多少なりとも技術の向上と産業の復興とに寄与したいと思っている。以上は科学研究所運営の理念であるが、これが一つの会社である限り、その経理面を無視することはできない。我々は自分の額に汗したパンを食べて理想に邁進せねばならぬ。従って前述の基礎研究、応用研究、産業化研究、および生産事業の割り振りも、 今日の産業界の現状と研究所の経済状態に即して決められるべきものである。そして今日としては研究委託費と生産事業の収益とが研究所財政の重要項目をなす以上、これに関連する研究に重点を置くのも当然である。しかし将来研究所の経済が自立した暁は上記の研究及び事業の比率を適当に調整して、 学問の進歩と平和産業の繁栄とに最も有効適切な運営を行うつもりである7月4日1948年科学研究所